どうもこんにちは、パンドラーです。ゴッドイーターリザレクションの実況をやっていきます。今回挑戦するミッションはこちらです。ワニ2号グボログボロ一体討伐ですね。リンドウとサクヤとのミッションになります。今回はハンマーを使っています。リザレクションではできるだけこう使い慣れてない武器とかをね、練習していこうかと思っております。できるだけ序盤のミッションのうちに慣れておきたい。でもね、グボログボロって最近苦手ランキングトップに躍り出た荒神だからな。レイジバーストでボコられた。違う、グボログボロ討伐せばいいのか。よし、でこの昨夜いいですね。ちょっとお気に入りだわ。よっしゃ、ほんとこの捕食いいわ。あ、やべ、そうだ、スタミナ管理。めっちゃ食らってる。早速教えてくれてんだな、リンドウさんが。ただちょっと捕食の隙がでかくなったのかな。そんなことないか、気のせいか。いや、これスタミナ管理ほんと難しいな、ハンマーって。あとリーチか。まあ練習にはいいな。砲塔部分にぶち込みたいですね。あそこを破壊したい。押しダウン、これチャンス。食らえ。違う、やりたかったのと違う。叩きつけをやりたかった今。基本はこの状態、やべ、これで回避をした方がいいのかな。距離感。あ、やべ、死ぬ。了解。ボコられてるわ。おら、全然当たらない。とりあえずこのスタミナ管理だな、気をつけないといけないの。やっぱちょっとレイジバーストとかと感覚が違いますね。気のせいかな。そうだ、回復は使っていこう。あ、でもこいつも新モーション、これ新モーションかもしかして。よし。怖い。金剛にもこう新モーションがあったからな。オッケー。ハンマーって空中、あ、これで2回できるのか。勝ち上げっぽいやつと、いや、これハンマーほんとスタミナ難しい。決まった。ただ一発一発はやっぱ攻撃力高いから殲滅力はあるのかな。あれ、叩き
つけてどうやってやるんだっけ。これした後に、あ、そうか、砲塔部分狙ってなかった、全然。ここだ。オッケー、決まった。難しいですね、ハンマー。まあでも練習にはいいか、序盤だし。こんなスタミナ減るんだっけ。スタミナ管理が変わってんのかな、スタミナ消費量とかが。それとも序盤だからか。人気の性能に頼りすぎてたか、レイジバーストでよ。 OK、 はい、というわけで苦戦しましたが、グボログボロ一体討伐いたしました。またハンマーもちょっとずつ練習していこうと思っています。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。